私たちには人から認められたいという欲求があります。認められたいとは、自分を価値のある存在として認められたいということです。価値のある存在だと認められたいとは、自分を重要な存在だと思われたい、自分を大切な存在だと思われたいということです。私たちは人から重要な存在だと思われるために、人の役に立つことをしたり、人を助けたりします。私たちは人から大切な存在として扱われたいという思いを実現するために、人にポジティブな影響を与えようとします。私たちは人から認められることで、自分は存在してもいいんだと感じることができます。人から認められるという場合の人の中には、他人と自分が含まれます。私たちは他人の役に立つことをして、他人から重要な存在だと認められることで、自分は存在してもいいんだと嬉しい気持ちになります。困っている他人や弱っている他人を助けて、他人から大切な人間として認められることで、自分は価値のある存在だと安心することができます。また私たちは、自分で自分に価値のある存在だと証明することでも、自分に価値を感じられるようになります。自分にとって価値のあることとは、自分を幸せにしてくれることです。自分で自分を幸せにしてあげれば、自分は自分にとって価値のある存在になることができます。好きなことを自分にやらせてあげて、自分を楽しませてあげる、嫌いなことをやらないで、自分に負担をかけないようにするという体験を積み重ねていくことで、だんだんと自分の価値を高めていくことができます。常に自分の心の声に耳を傾け、自分の望みを叶えてあげようとすることで、自分はそれだけ重要な存在なんだと感じられるようになります。常に自分を大切に扱うことで、自分はそれだけ価値のある存在なんだと思えるようになります。あなたが自分を大切に扱い、自分を幸せにしていると、そんなあなたを気に入らないと思う人が必ず現れます。そのような人は、幸せそうにしているあなたに嫉妬したり、嫌悪感を抱いたりします。そんな時あなたは、妬まれたくないから、嫌われたくないからという理由で、相手に合わせようと考えるかもしれません。相手から認められるために、相手の機嫌を取ることを考えるかもしれません。しかし相手は、あなたに幸せになってほしくないと思っている人です。そのような人に合わせるとは、自分を幸せにすることをやめるということです。自分が幸せになることを許してくれない相手から認められるために、自分を大切に扱うことをやめて、相手の機嫌を取るということです。自分を幸せにするための活動をやめれば、確かに相手からの承認を得られるかもしれません。私はこの人から認められたと安心することができるかもしれません。しかしそんなことをしていたら、自分で自分のことを認めることができなくなってしまいます。あなたが自分を幸せにすることをやめたら、あなたは自分にとって価値のある存在ではなくなってしまいます。自分の幸せを邪魔してくる人を好きになれないのは当然のことです。自分の心の声を無視して、嫌いな相手の声を優先することで、自分はそんなに重要な存在ではないんだと感じるようになります。自分の機嫌より相手の機嫌を優先することで、自分はそんなに大切な存在ではないんだと思うようになります。人から認められたいという思いの人の中には、自分も含まれているということを忘れてはいけません。他人から認められることばかりを求めて、自分が自分を認められる存在になることを忘れないように気をつけていきましょう。誰よりも自分を大切に思い、誰よりも自分の幸せを願うことで、誰よりも自分が自分にとって価値のある存在であり続けてほしいと思います。